はい、こんにちは。インヨンメイドの佐藤です、この動画、初夏の暖かくなってきてる時期に撮っておりますが、なんでこの時期にこのウールとレザーの襟付きのスタジャン着てるかっていうとですね、現在のクールで日テレでやってるドラマの主人公がこのスタイルのジャケットを中古なんですけどね、着てるっていう設定になって、何色かね、こういろんなパターンで出てくるんですよ。で、この製品自体はアメリカのデロング社に私の方でちょっと注文して、これで作ってくださいって言ったスタイルのものなんですけど、その当時こういう襟付きのスタイルっていうのはあまり人気がないというか、あんま認知されてなかったんですね。アメリカではこう定番のスタイルではあるんですけど、あんまり人気がなかったです。まだ当時作ったやつがアメリカ製の最後の製品なんですけど、何着か当店でも在庫あるんですけどね、販売しております。この YouTube のツールを販売ツールとしても使ってるんで、一応そこのところは言っておきますが、まあこのスタイルのジャンバーがメディアに取り上げられて、おお、やっと出てきたかという喜びを持っております。ちょっと落ち着いた感じなんで、スタジャンというとどうしてもね、こう若者というか子供っぽいようなイメージもあるんですが、大人の方にもおすすめできる落ち着いたスタイルなので、ぜひおすすめしたいと思っております。さて、テレビといえばですね、私事なんですが、久しぶりにテレビを買い替えて新調しました。ちょっと大きくして、いい映像が見られるようになりました。今まで家で使ったテレビも LAN ケーブルつなぐところはあったんですけど、なんかログインだのっていうか手続きだのっていうので、 YouTube とか、まあ、Amazon プライムとかそれが見られない状況だったんですが、テレビを変えたことによって見られるようになりました。多分皆さんもうすでにね、いいテレビでネットとか Amazon プライムでも Hulu でも YouTube でもご家庭で見られている状況ではあると思います。そんな中、皆さんそれぞれ個人的に好きなものっていうのは、どういう風なものをどんな状況でご覧になっているでしょうか。やっぱ自分のプライベートの好きなものだったら、まあ私のこんなのを見てくださっている方もスマートフォン、タブレットとかでこう一人のものとしてご覧になってたりとかしますかね。テレビとかでね、わざわざこんなこういうの見ないと思うんで。で、私もね、そんな YouTube とか見る方ではなかったんですけど、まあちょこちょこっと自分の好きなのをスマートフォンで見る程度だったんですよ。で、テレビなんかからこうテレビ離れだとかって今言われてるんですけど、まあ僕も結構テレビは見るんですけど、今のテレビ番組って昔と違ってね、海外のものなかったり、海外ロケとかもしなかったり、国内のバラエティ番組とか、そういうのを見てるっていうことで、テレビ見ててもどうしてもね、こうその場近場にある面白さで気持ちがコンパクトにまとまりかけてるかなっていう気がしてたんですよね。そんな中、新しくテレビを新調して、まあテレビ以外にもいろいろ見られるのかと思って、使い方を把握する上でもう見ようと思って見ております。そんな中で、まあ自身のこの動画、このテレビで見たらどうなるのかなとか、なんかちょっとなんか飼ってる猫の映像を紹介してる人のやつとかも見てみたら、おこんな大きくすごくよく見えるのかって思いながら、はた待てよと思って、アメリカのジャンクフードのレストランのハンバーガーとかね、ホットドッグとか、そういうの食べに行ったとか作ってるとか、そういう映像を見たりとか、アメリカの国立公園紹介してる、大自然のね、国立公園紹介してるようなものを見始めたら、これが大層気持ちいいと。電気屋さんでそういう番組がちょっと流れてるような感じで、すごく綺麗にドーンとよく見えて、これがですね、たまらなくよくて、あ、やっぱりこういうのをアメリカの空気、刺激を得ないといけないなっていうのをね、ちょっと再認識させられております。そう、そんな素晴らしいアメリカの風景とかね、お店とか空気感の映像をどう見てるかというと、まあ休みの日の朝に、まず朝起きてテレビで、
アメリカの国立公園の雄大な自然を流しながら朝のルーティーンの作業をして、ちょっとコーヒーを飲むとか、そんな風にねスタートしてます。そんなに英語が分かったりとか喋れたりできないんですけど、なんかそこでこうわわわわっと英語で喋られて説明してると聞き取りの練習にもなってくるし、なんかこう普段のね日常の空間離れたようなこういい気分になってくるんですね。初心に戻ってアメリカの空気を得て、映像の綺麗さ、そして手軽に 見られるっていうね、現代のリキにとっても感謝をしております。まあそんなテレビなんで、まあそんな映像 YouTube 動画その他もいいんですけど、当然昔の映画、昔でもなくてもそのアメリカのね僕の好きな時代の映画とかもいろいろ見られるっていう状況はあるんですけど、ちょっと年のせいでしょうか、それとも今の時代にやっぱ僕も感化されてきてるのか、なんか時短で見るとかっつってね、そういう空気感があるから、パッと見てみるとね、昔の映画って本編に入るまでのイントロすっげー長かったりとか、2時間じーっと見てらんないなーなんていうことをちょっと自分の中で感じたりもしてます。なんか作業するときに流しながらとか、そういうのもしてはいるんですけど、まあ7、80年代のアメリカの映画2時間っていうのはなかなか見るの難しかったりするんで、なんか10分ぐらいの動画を見る方が気持ちよく見ていますね。もともとですね、私テレビっ子というような子供だったですね。アメリカのドラマが僕が子供の頃って結構普通にテレビでやってて、そういうのを見てどん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 影響を受けてアメリカが好きになってったっていうこともあるんで、まあ今でも結構なんか書く作業っていうかね、そういうのする時でも結構テレビつけてたりとかする、ガチャガチャっとしてた方が書いて集中できたりとかすることもあるんで、テレビついてることが多いんです。実際今回みたいな行動をとってね、テレビはつけてるけど YouTube を見てるっていうと、まあ世の中でいうテレビ離れというのに該当するのかもしれないんですけど、まあこういったねいい機材を得て、ちょっとアメリカへの気持ちがまた再燃して、こう情熱が高まってますね。まあこんな僕の日常の話で申し訳なかったんですけど、またいろいろその中から見つけたりとかして面白いものを紹介できるように、次回をお楽しみにしてください。じゃあさよなら。